全骨髄球とは、増血の過程で見られる細胞の一つ。増血幹細胞が高中球などの下流球へと分化、成熟する過程において、骨髄が球と骨髄球の間の段階である。健常時には骨髄中にのみ存在するが、白血病や悪性腫瘍の骨転移などによって、類似した形態の細胞が、末梢血中で観察されることもある。 造血幹細胞とその細胞系当時では骨髄が球から抗酸球、抗塩気球に至るまでの過程が省略されているが、これら系も抗中球と相当する骨髄が球、全骨髄球、骨髄球、五骨,骨髄球、肝情核球、分葉核球という一連の過程を経るとされる。ただし、全骨髄球の段階では三種の系それぞれに 特異的な染色性の発現がまだ十分でないため、形態学的にこれらを鑑別するのは容易ではない。骨髄中の造血幹細胞から分化し始めた、幼弱な血液細胞は、盛んに分裂して、数を増やしながら少しずつ分化を進めていく。下流球のうち大きな割合を占める、高中球を例にとると、造血幹細胞から始まり、骨髄系幹細胞を、 下流球、単球系線具細胞を経て、骨髄が球、全骨髄球、骨髄球、後骨髄球と順次変化していき、最終的に末梢血で見られるような感情を球、内視分葉核球といった、いわゆる甲中球に成熟する。一連の成熟過程は、連続的なものであり、全骨髄球の場合、早期のものは骨髄が球と、後期のものは骨髄球と、 中間的な形態を示すものが観察されることもある。抗酸球や抗塩気球の場合も同様であり、骨髄が球、全骨髄球、骨髄球、後骨髄球といった、抗中球と、相当する成熟過程が観察され、必要に応じて、これら用語に、抗酸性、抗塩気性が観されることもある。このことにより下流玉は、 以上のような共通の成熟過程をもって一元的に説明することが可能である。なお、増血幹細胞がどの下流球に分化するかは、線具細胞の段階で、すでに決定しているということが知られている。骨髄の顕微鏡写真、アルコール固定後、ギムザ染色。左上に分葉角球が2つ、左下に環状角球が2つ。 中央の大きな細胞が全骨髄球。全骨髄球の周りの4つが骨髄球及び、5骨髄球である。直径は15から25マイクロメートルであり、白血球系の分化の過程の中で最も大きい細胞である。核は骨髄が球ほどではないが、大きく丸く、クロマチン構造はわずかに凝縮をはじめ。 骨髄が球よりは素行になるが、後の文化段階の細胞と比べれば繊細である。1から2個の各固定を含み、細胞分裂能を有し、30時間程度の細胞周期で2回ほどの細胞分裂を行う。細胞質は、やや耕塩基性で大きく目立つ、アズール下流を豊富に含む。なお、全骨髄玉は、高中球形、高酸球形、および、 公園気球系の3種が存在する。しかし実際は、それぞれの系に特異的な染色性の発現がまだ十分ではないため、これらを形態学的に判別するのは容易ではない。最近では、免疫マーカーなどの手法を用いて判別がなされることもある。より成熟が進むと、核が凝縮し、細胞自体も縮小して骨髄球となる。骨髄球では、 アズール下流が減少する代わりに二次下流が増加するため3種の形それぞれの染色性の差異が明らかになってくる。ありがとうございます。